株式会社インターネットイニシアティブは日本の電気通信事業者である東証一部米ナスダックにおいて株式公開している外資に続き商用サービスを開始したインターネットサービスプロバイダでありインターネット接続仮想移動対通信事業者システムインテグレーションアウトソーシングなど法人向けが主要事業である ISP 事業者に対する ISP 事業の OEM 移動体通信事業者との L に接続による仮想移動体サービス提供者も言っている。1990年代の創世紀より国内外の主要なインターネットエクスチェンジとのピアリングも積極的に推進し、電信電話系ではない IP 通信専業の ISP 事業者としては国内最大規模の主要都市間を接続するインターネットバックボーンを独自に構築している。また、 アジア太平洋地域の国際バックボーンである A、ボーンの構築にも関与するなど、インターネット接続環境の整備に、インフラ面で大きな貢献を果たした。主要な顧客層は、観光庁と法人で1万1000社以上を抱える。特に、高度、大規模なシステムインテグレーションを必要とする、大企業に対するシェアは、圧倒的で、各業界トップ10企業の半数から、セクターによっては、 大半の主要企業を顧客とする IIJ 自体が村井淳、吉村真をはじめとするワイドプロジェクトのメンバーが中心となって設立された企業である関係から現在もワイドプロジェクトやエップクグロブルをはじめインターネットに関する研究、調査、実証実験、標準化等の活動に積極的に参画している ISP 事業者の中では 研究投資の比率は比較的高い方である。1998年、トヨタ自動車及びソニーと合弁でクロスウェーブコミュニケーションズを設立。当時としては画期的な広域イーサネットサービスを開始したが、折からの競争激化とインターネットバブル崩壊により行き詰まり、CWC は2003年8月に会社構成手続き開始を申し立てた。この特別損失で大幅。 赤字となり、第三者割当増資により、NTT グループが合計約30%を出資する株主となっている。NTT グループは副社長を含む取締役2名を派遣している。IIJ が独自開発したルータサイルシリーズ連結し会社持ち分法適用会社 IIJ ギオはクラウドコンピューティングサービスプラットフォームである。 IIJ ギオストレージサービスが2010年8月提供開始された。同時に、かねてより、クラウドコンピューティングに近い概念のサービス IWIPS を提供していた、完全子会社の株式会社 IIJ テクノロジーを吸収合併、ネットワーク事業とシステムインテグレーション事業の一体化を図る組織構成とした。レイは、中小企業を向けの IT サービスである。 2009年7月より提供を開始している IIJ モバイルは法人向け仮想移動体通信事業者である IIJ モバイルはバンドルクーポン残量がなくなると上り売り最大 256kbps に通信速度制限されるクーポン追加で3日間で 366MB の通信量制限の対象外となるため1日で 2GB の通信を行っても 規制対象にならない。ただし、KDDI 回線は、直近3日間に 3GB 以上の利用時の終日、速度制限が行われる場合がある。IIJ モバイルサービス、タイプ D は、NTT ドコモの LTE とフォーマハイスピードとの、最大速度下り 225Mbps、上り 50Mbps のサービスである、音声プランのみ NTT ドコモのワールドウィングのエリアにおいて、 音声通話、テレビ電話、SMS の国際ローミングが利用できる IIJ モバイルサービス、タイプ K は KDDI の AU4GLTE の最大速度下り 150Mbps、上り 25Mbps のサービスである IIJ モバイル、タイプ E は Y モバイルのエリアで最大速度下り 7.2Mbps、上り 5.7Mbps が利用可能である。 定額2年が月4600円である。エリアは、タイプ DK より劣る、新規加入停止である。上記のサービスの他に固定 IP アドレスを割り当てる、IIJ モバイルサービス、タイプ DS とタイプ KS といったものがあり、モバイルルーターを利用して、VPN などを構築することができる。2013年3月3日、現在、端末は、モバイル Wi-Fi ルーター、USB 接続型。 エクスプレスカード型、CF カード型、PC カード型の4種類が用意されている。2012年4月1日より、ドコモモを利用したウィルコムコア 3G サービスは、当社が継承してサービスを提供する。ただし、サポート部門は Y、モバイルへ委託する形となる。IIJ MIO は、個人向け通信サービスである。IIJ MIO 光。 編集 IIJ ミオ光は NTT 東日本 NTT 西日本の光回線サービスの卸売を利用した ISP であるファミリータイプ4960円月マンションタイプ3960月である IIJ ミオ高速モバイル D サービスとの見終わりマイナス600円月がある番号ポータビリティに対応した IP 電話の IIJ ミオ光電話がある IIJ MIO 高速モバイル D サービス編集 IIJ MIO 高速モバイル D サービスは NTT ドコモの LTE とフォーマハイスピードとの最大速度下り 225Mbps、上り 50Mbps の個人向け仮想移動体通信事業者である音声プランのみ NTT ドコモのワールドウィングのエリアにおいて音声通話、テレビ電話、 SMS の国際ローミングが利用できる。数時間の通信不能時間で番号ポータビリティできる。おうちでナンバーポータビリティに対応している。Android、iOS の専用アプリ、IIJMIO クーポンスイッチ、または IIJMIO ホームページでのクーポンオフで、上り下り最大2 0 0キロ b p s に通信速度、制限される。また速度規制時でも7 5キロバイト以下の、 バースト転送に対応しているため、1回の転送あたり75キロバイト以下の通信であれば、速度制限なく利用できる。IIJ のメールサーバー、IIJMIO のホームページ、IIJMIO のメールベア、IIJ の DNS サーバーは、クーポン非適用時でも折り最大 225Mbps、上り最大 50Mbps で利用できる。クーポンを ON で日間で メガバイトの通信量制限の対象外となるため、1日で 2GB の通信を行っても、規制対象にならない。2016年4月1日、IIJ ミオに IIJ4U を統合し、一部機能の提供を終了する。統合対象機能、サービス終了対象機能、サービス個人向けの ISP の草分けである IIJ4U は、料金体系がやや割高で、 積極的な宣伝戦略も取っていないことから、一般ユーザー層での知名度は低い。会員数は数万人の規模とされる。2007年に子会社化したハーイ法は、かつては松下電気産業が運営していたコンシューマー向けプロバイダであったこともあり、一定の知名度と会員数を有する。会員数は約20万人とされる。ありがとうございます。